オルタナティブ教育もしくは代替教育とは、非伝統的な教育や教育選択肢ともいい、主流、または伝統とは異なる教授、学習方法を意味する。オルタナティブ教育の対象は、幼児、児童、生徒であるが、本校では便宜上、生徒と統一する。オルタナティブ教育方法の多くは、主流、伝統的な教育とは、根本的に異なる哲学に基づいて発展したもので、 ある。ヨーロッパのシュタイナー学校やアメリカのホームスクールに見られるような非常に強い政治的、学術的、宗教的、または哲学的な方向性を持つものがある一方、アメリカのチャータースクールに代表されるような既存の教育手法に不満のある教師や生徒が集まって作り上げた学校もある。教育選択肢には、公立校、私立校、無人化校、 ホームスクールなど多岐にわたっているが、大部分が少人数クラス、教師と生徒との近しい関係、コミュニティ意識の3点に重きを置いている。オルタナティブ教育とは、特に幼児教育から中等教育の期間において、従来とは異なる。新しい運営制度、新旧制度、教育科目などを指す。多くは、国や地方自治体の法律によらない、私立校であるが、 国や地方自治体の法律で認められている学校にも、オルタナティブ教育に含まれるものがある。なお、世界的には、カナダのセパレートスクール、アメリカ合衆国のチャータースクール、マグネットスクールなどがある。また、公立校で、オルタナティブ校という学校や、イギリスのパブリックスクールを含む、インデペンデントスクールなどは、オルタナティブ教育を施す学校とされている。ニューエイジの流れを組む。 オルタナティブ教育の場合、従来とは著しく異なる哲学思想を持つことを意味する。教育手法に従事するものは、生徒側の立場に立ったという意味を込めて、本当の全体的視野の進歩的な教育と表現することも多い。しかしこれらの言葉も異なる意味合いを持つことがあり、オルタナティブに比べると意味が曖昧である。 オルタナティブ校という言葉は国あるいは経営者の意味するものによってニュアンスが大きく異なる。新手法を用いる前衛的な法律によらない無認可の学校やエリート教育を施すものから成績不審者や問題児のための学校など様々な形態を含む。詳しくはオルタナティブスクールの項目を参照。教育専門家は混乱を避けるためにオルタナティブという言葉を避け。 非伝統的、非歓迎的、非標準的といった語句を稀に使うことがあるが、否定的なニュアンスや複数の意味を持つこともあり一貫していない。日本におけるオルタナティブ教育とは、学校教育法等の法的根拠を有さない、非正規の教育機関とそこで実施される教育を意味する。具体的には、フリースクール、デモクラティックスクール、サポート校、インターナショナルスクールなどの無人化校、 ホームスクリーリング等をオルタナティブ教育と称する。ゆえに学校教育法に定めのある一条情はオルタナティブ教育たり得ない。また、私塾ではあっても、いわゆる学習塾、進学塾もオルタナティブ教育とは言わない。日本のオルタナティブ教育はその中でも、特にの上記に種類を示すことが多い。日本においてはオルタナティブ教育だけでは、 正規の家庭の卒業資格を認定されないので、上位校への入学資格を得ることは不可能。このため、通信制や定時制等による正規家庭の履修を併用したり、文部科学省による卒業資格認定試験の受験が必要になる。教育学者の間での論争は古くからあるが、オルタナティブ教育というからには、オルタナティブ主義者が反対しているなんだかの一般的な、 概念が存在することを前提にしている。そのため、オルタナティブ教育は、通常、教育の標準化が起こり初等中等教育が義務となった19世紀の間に、生じた考えで、古くとも18世紀以前に遡ることはない。過去の批判者の多くも現代の批判者と同じく、若者の教育は既存の方法とは、徹底的に異なるものであるべきだと主張していた。19世紀には、 スイス人の人道主義者、ヨハン・ハインリヒ・ペスタロッチ、アメリカ人のセンクロン社、ラルフ・ウォールド、エマーソン、ヘンリー・デービッド・ソロー、アモス・ブロンソン・オルコット、また教育進歩主義を作り上げたジョン・デューイや、フランシス・ウェイランド・パーカー、そして教育界のパイオニアであるマリア・モンテス・ソーリア、シュタイナー学校を設立したルドルフ・シュタイナーなどは皆、教育というものは成長する、子供の道徳感、感情面、 身体面、精神面、スピリチュアルな面を磨く芸術とみなされるべきだと主張した。一方、レフトルストやフランセスク・フェレルイ・イグ・アルディアといったアナーキストたちは、教育とは政治的自由を得て宗教と分離し、階級差を取り除くものであると強調した。もう少し近代になってからは、ジョン・ホルト、エヴァレット・ライマー、イヴァン・イリーチ、ポール・グッドマン、フレデリック・マイヤー、 ジョージ・デンソンといった社会評論家たちが教育というものを個人主義、アナキズム、自由意志論といった観点から考察し、歓迎化している既存の教育法は若者の見識を型にはめることによって民主主義を堕落させていると非難している。同時に教育理論革命がブルデューの再生産論、アルチュセールのイデオロギー国家装置論を機にして風光の監獄の誕生における ディシプリン権力批判が加わり、バジル・バーンステインの言語社会学、マーティン・カーノイ、ヘンリー・ジルー、さらにマイケル・アップルやゲオフ・ウィッティラの教育地カリキュラム批判へと進化されたことが、オルターナティブ教育の動きに並走していたことを、見逃してはならない。理論転換と実際教育の双方からの動きである、教育革命を起こしたパウロ・フレイルたちから、アメリカの教育者であるジョナサン・コゾルや、 ハーバートコールに至るまで様々なものが左翼リベラル及び求進的な政治観点から西洋の主流教育法を批判した。小学校、中等教育、高等教育のどのレベルにおいてもいろいろな形でオルタナティブ教育が存在する。オルタナティブな教育手段は一般公立校における学校選択、オルタナティブ校と呼ばれる学校への通学。 インデペンデントスクールなど私立校への通学、あるいは在宅教育を中心としたホームスクールの4つに分かれる。この4つは運営や方法論の特徴によってさらに細かく分けることができる。理数系チャータースクールの生徒公立学校において選択が可能なものは全く別の学校、別のクラス、他とは異なる特別な学習計画、あるいは 半独立した形の学校内に存在するもう一つの学校などである。公立校の選択権利はコミュニティにおける生徒全員にあるが不合格や空席待ちとなるケースもある。公立校の選択には州の財政援助と市営の率先権を混合して創立されたチャータースクールと舞台芸術やテクノロジーなどの特化プログラムを持つマグネットスクールも含まれる。 教育用語でのオルタナティブ校とは、公立や私立にかかわらず、特に初等、中等教育において、慣例に従ってきた学校に比べて柔軟性のある学習計画を持つ学校を意味する。イギリス英語圏においては、本来のオルタナティブの意味のまま、パブリックスクールというエリートのための私立校も含む、イギリスには2003年の時点で約70校のオルタナティブ校が存在している。 アメリカのオルタナティブ校には数多くの公立校があるが、イギリスではオルタナティブ校への公的援助金がないため、私立校で納付金を払うのが普通である。一方、アメリカでは九百七十年代にオルタナティブ校が設立されたが、二十一世紀現在、アメリカ英語圏ではマサチューセッツ州の定義にあるように、成績や素行の悪さによる落ちこぼれ、中退の危機にある児童、 生徒、学生のための学校を示すことが多い。特別支援教育校やマグネットスクールを指す場合もあり、特別な支援を必要とする子供に別の手を差し伸べる教育という意味合いを持つ。また、ニューエイジ思想においては、近代教育学を超える新しい啓蒙思想に基づき、子どもたちをあるがままに愛する学校こそがオルタナティブ校だとされる。 庶民のための教育は19世紀の民衆運動、アンドラゴギー、民衆啓蒙運動から発展した歴史がある。その活動は20世紀を通して続き、スカンジナビア諸国では、フォルケホイスコーレフランスでは、民衆大学が生まれた。詳細は、インデペンデントスクールを参照日本語の、独立学校という言葉は、経営独立や障害者の独立のためという、 独立支援の学校という意味に取られることが多いが、インデペンデントスクールとは、独立している学校を指す。各自が自由に学習するモンテッソーリの教室私立校の一種である、インデペンデントスクールは、自由度が高く、他校に比べて、教職員の選択や教育への取り組みに柔軟性がある。最も数の多いタイプは、モンテッソーリスクール、バルドルフスクール、 キリストともかいいわゆるクエーカー精神にのっとった学校の3種類である。他にもデモクラティックスクール、ドイツ生まれで間もなくイギリスに移ったサマーヒルスクールやイギリスのサンズスクール、アメリカのサドベリーバレースクール、またクリシュナムルティスクール、オープンクラスルーム指導法の学校、体験教育に基づいた学校、国際バカロレア資格やラウンドスクエアなど、 国際的な基準を持つカリキュラムを持つ学校などがある。大昔からインデペンデントスクールとみなされてきた教育形態のうち、特にモンテッソーリとシュタイナーは現在では私立のみならず州立や公立としても存在する。インデペンデントスクールは最低でも学費の一部をカバーする奨学金制度を設けているところが多い。詳細はホームスクーリングを参照教育。 哲学あるいは宗教的な理由で一般的な学校とは異なる教育内容を求めて各家庭の保護者がイニシアチブを持ち自宅をベースにした教育形態を選ぶ家庭がある近隣にオルタナティブ教育機関がない私立校へ通う金銭的余裕がないといった消極的な理由で選択するケースもあるホームスクール形式のうちカリキュラムを持たず子もの興味に基づいて 教育に取り組む者たちは自身の教育スタイルをアンスクーリングと呼ぶ。一方でホームスクールのカリキュラムやサービスを提供するアンブレラスクールに所属する家庭もある。通学してくる生徒以外にホームスクールの生徒を対象にしたプログラムを持ちアンブレラスクールとしての機能する私立校、公立校もある。21世紀現在のホームスクールは ホームスクールの一般的なイメージである、全家庭、全時間を自宅で、親子がこなす完全な在宅教育のほかに、親が子供の教育内容をほぼ完全に掌握し自宅が、教育本部でこそすれ、半分あるいは大部分の時間を、古外の教育機関で過ごすケースも多々ある。そのため、ホームスクールは、実質的には在宅教育というよりも、自宅ベース教育という方が正確である。 オルタナティブ教育には境界線がはっきりしない部分がある。例えば、ホームスクールの家庭の中には、複数家庭や医師を同じくする者たちが集まって共同グループや教育センターを設立し、平日の毎日あるいは週何日か、そこへ通う形をとっているが、それでも自身の教育形態をホームスクールとみなすことが多い。アメリカのいくつかの州では、学区が ホームスクール向けの学習計画やカウンセラーを用意し、参加する過程はホームスクールと称す。しかし書類上あるいは財政上ではその学区に入学したとみなされ、学校の教材、資料、施設などを利用することができる。また多くの一般校が、かつてはオルタナティブ教育校だけでしか使われなかった手法を導入しており、オルタナティブ教育と 主流な一般教育との境目がますます曖昧になってきている。大韓民国では、もっぱら大安教育と呼ばれており、オルタナティブ教育を施す教育機関を大安学校と呼ぶ。ラーマーとイリーチがメキシコの研究所シドックにて、ディースクーリング、被学校化を提起し、フレーレもそこに参画し、世界中へ広がった。日本では、スゴーヒロシがオルタナティブ教育に、 いち早く関心を示し、入リーチに指示した山本哲氏が教育批判を徹底して理論化している。山本哲氏教育の幻想学校の幻想、教育の政治子供の国家、私を再生産する共同幻想国家、国家資本、山本は大学教師になる前に、オルターナティブ学習塾を実行している。フレーレは、小沢優作、里見みのルらが翻訳導入し、 シュタイナーは、小安みちこらが紹介した。dictionary.com、alternative school-amazon.co.uk h t a Alternative Approaches to e d u c A t i o n A Guide for Parents and Teachers, Introduction p 3 Alternative Schools Adapted by、Fanny Weinstein、The New York Times, June 8, 1986, セクション、 A ページ14、マサチューセッツデパートメントオブエデューケーション、アバートオルターナティブエデューケーション国立、教育政策研究所社会、教育実践研究センター、社会教育主事講習障害学習概論、外国の社会教育の歴史と、動向、沢野幸子ノルウェー国公式サイト、教育と研究、ノルウェーのホォルケホイスコーレ、国立特殊教育総合研究所、 知的障害教育研究部平成13年度、障害学習施策に関する調査研究報告書、ノルウェーにおける、障害のある人の障害学習勧告の、大安教育の歩みと今後の課題、日本の大安教育との交流を通して、ありがとうございます。